リオカートやりましょう。今回からは 50cc に戻ります。ミラーモードはやりません。さあ 50cc どうなっていくでしょうか。今回からは遅延が発生いたします。簡単に言えば最初のスタートダッシュができなくて、スタートから5秒後にスタートするって形になりますね。で、車種はこちらとこちらとこれでいきましょう。では今回はキノコカップになります。久しぶりだね。結局 50cc から 150cc やるまで半年かかってしまいましたね。このペースだと次またここに戻ってくるのは半年後、9月ぐらいになるのかな。いやー、久しぶりのキノピオサーキットです。まあ実際にね、遅延のやつは見ていただいたらすぐわかると思います。スタートが遅れるだけです。最終 G が最下位になったら実況シリーズが終了になってしまいます。ここからスタートで1、2、3、4、5、ここからスタートになります。もちろんその間はボタンを押すことできませんので、こういう通常スタートになります。中間 G が最下位でも最終 G が最下位でなければ実況シリーズは続けることができます。最初はね、8位とかになるといいアイテムがもらえるんで、すぐに抜かすことはできるんですけどね。まあそれが 150cc になったらどうなるかって感じですよね。ということで、せっかくの5秒も一瞬で4位になれるわけですね。アイテム使用禁止とかさすがに多分できないのかな。できるならばそれでもいいかもしれないけど、設定の方法がわからないから多分それはできないかな。ということで今回も雑談しながら行きましょう。さっきね、買い物をちょっとだけしてきたんですよ、薬局で。そしたらアルコールジェルが売ってました。小さいって、携帯用のやつなんですけどね。あれは気づかん場所に置いてあったね。レジのね、横の、しかもすごい下ら辺に置いてあって、止まろう。ああ、くそ、誰も巻き込みできなかった。レジの横の下ら辺にあってね、完全に客のね、動線を考えてなかった。おー、ナイス。ああ、それも売り方なのかな。もちろん一人一個でしたけど。お値段は400円ほどと、まあ高かったね。仕方ないけど、欲しかったから OK です。ちょっとだけ使ってみたけど、うん、やっぱり普通のアルコールジェルだったね。まあ、製品は日本製じゃなくて、なんか、韓国製みたいですけども、まあ、普通のアルコールジェルでいいなって感じ。最近はね、なんか、企業の方も足りなくなってるみたいで、よく会社のオフィスとかにある、正面玄関の辺に置いてあるアルコールジェルとかも、アルコールスプレーかな、そういう系も足りない時があるんだよね。スプレー触ってみたら空だったみたいな。何のために置いてあるのって感じのやつが結構あるんですけども。まあ、大企業だったらまだあるんでしょうけど、そこまで大きくないビールとかだとすぐなくなっちゃうんだろうね。よかった、変えて。結構ね、残ってたから多分客気づいてないね、あれ。よかった。それと一緒に買った無効空間を私はさっき開封したら、ビーズがめっちゃなく吹っ飛んだ。まあ、箱のやつにもね、気をつけてくださいみたいな散々書いてたんだけど、開けてみたらバーンってね、中のビーズが吹っ飛んでた。大変だった。もう、めちゃくちゃ吹っ飛んで、もちろん日当てなんか閉まったんだけどさ、ベッドの下とか入っちゃったやつさ、まあ、全部取り出したんだけど、めっちゃ埃がついてて、汚ねえ無効空間に行った。気をつけないとね、扱いには。さあ、続いては妖怪三国志国取り坊主のお話しましょう。まあ、ゆるゲゲとコラボはしてますが、結局、ゆるゲゲは、報酬をもらって以来全くやってないね。やる暇がないんだよな。っていう言い訳。あれ、放置ゲーでもだいぶいけるからね。まあ、気が向いたらやりましょう。あ、間違えた。もう、戻りましょう。1、2、3、4、5。喋りながらやってるとね、油断しちゃうんだよね。ってことで、スタートしました。アイテムもらわなかったらどうなるんだろう。ちょっと避けてみようか。避けられる。よし。で、この状態からスタートしましょう。妖怪三国志ね、最近久しぶり天下統一いたしました。パチ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 。久しぶりだったね。天下統一報酬あんなにもらえたっけってぐらいいっぱいもらえたわ。あれならね、私が前勤めてた同盟のところであんまり天下統一できなくてコインもらえなかった人たちも、参加率が悪くてもコインがもらえてモチベーションつながるんじゃないかな。結構みんなすごい頑張ってて。もっともっとね、私も頑張ろうと思ったけど。いや、なかなかね、強い人とか頑張ってる人が多くて、今まで私の同盟はもちろん自分が1位だったんだけど、今回はなかなかそうはいかずにね、で、上には上がいるんだなって
悪く言えば暇人がいっぱいいるんだけど私以上に暇人がいっぱいいるんだけど、いやなかなかね、そう一度か取れないけど、それでも天下統一したらね、10万コイン、金貨は必ずもらえるから嬉しいな。ね。しかもあのセッション報酬とかもね、2倍もらえて、1回で20万ぐらい、金貨がもらえるなんてめっちゃいいなと思った。次も天下統一したいね。お、来た。私的にはね、早く空泣きを突八にしたいんだよな、超突八。今はなんかあの 100% になる、コインと、あと、空泣きのは、選べるコインがあって、それでも2突完成してて、あとは今、15% の確率で、なるやつが、今3冊ぐらいあるのかな ?16% か、16% のやつが3冊ぐらいあって、あともう1回集めればだいたい100になるから、あとはそれ15万金貨集めて、あー、今日よくんな。あ、また来るあいつ巻き込む。あー、くそ。なんだよね。よし、頑張ろう。そうそう、思った以上に金貨がいっぱいもらえたってお話でした。次はね、来週自分がね、そう、指揮官やんなきゃいけなくて、よし。なんとかなるかな人任せにしたいそうな気がするけど。どうしても時間が合わない時があるから、今日よく当たんな。今日は13日の金曜日じゃないぞ。そう、司令官自分がなることになってたから、なんとかなるかわかんない。仕事の時間でね、どうしても11時台とか、あとは早朝台とか、さすがに参加できないから、もう任せっきりになっちゃうかもね。まあ、なんとかなるでしょう。まあ、最終的に、連合士にそもそもならなければ、自分が司令官になることはないんでね。アドバイスはできるけど、ずっとそれ指令し続けるっていうのはさすがに無理があるかなって感じ。日によっては全く参加できない時もあるからさ、うーんって感じ。学生とか今休みだからほんといいよね。ね。ということで今回1位でした。さあ続いてはどうなるでしょうか。最近ポケモン X はね、撮影外にね、レベル上げを地味に頑張ってます。地味な作業だけど、妖怪三国志とね、並走しながらやったりしてる。左手で国取り戦やって右手で DS みたいなね、そういう状況になってる。よっしゃ、行きましょう。全だからね。1、2、3、4、5。こっからスタートです。あとは何だろう。そうだ。最近はコロナの影響でちょっと世界経済がかなり悪い状況になってますが、私は今ね、逆張りを全員考えてます。逆張りっていうのは、私はもう前の動画で金を買ったって言うんですけど、今回はプラチナに目をつけてます。使おう。現在プラチナの価格が一気に急落してます。金もなんですからね。まあその理由としては株が下がりすぎて、まあそのお金持ちの方が株で大損してるから金とかで今のうち高いうちにもう売りまくってカバーしようって思って、それでまあ一気にみんなが売ってるから、金も下がってるっていう現象が起きてて。まあ、金持ちしかやってないんですよ、そんなこと。まあ、金持ちはそれをいっぱい持ってるから急落してるだけであって、あんまり持ってない人たちがね、いっぱいやってもそんな価格は下がんないんで。まあ、不動産だけがやってて一時的に下がってる状況になってます。今までがまあ、無駄に高かったっていうのもあるんだけどね。まあ、コロナはまだまだ先まで続く予感で、しかも世界経済は、そんな簡単に立ち直れないですよね。今はもうすごいことになってて、多分、早くて1年後とかでしょう。まあ、そういう不況とかの方はもうわかると思いますが、そんな数ヶ月で元に戻ったりとか、そんなことは普通できないんで、長期的に考えられます。まあ、そんな時において、やっぱり、今、急落した状況で買っておくっていうのがすごくいいかなと思ってまして。プラチナの価格って今2700円台かな。月曜どうなるかわかんない。月曜次第で私は買うか決めてます。もう買っちゃったんだけど。15万円分プラチナをちょっと今、仮で買って、買いときました。まあ、どの道今の価格って、ここ数年で一番安くて、むしろ安すぎるぐらい安くて、普通じゃありえない価格になってるんですよね。言い方を変えれば、当たんないか。そう、今買っておけば、数年後には必ず利益が出るような状況になってます。うん。そう。まあ、5年、10年かかるけどね。必ず利益が出るような状況になってます。なので私は今もう、あえて15万円分先にキープしておきました。必ず増えるからもう。
それは、まあ、地震の限っただけのことになるだろうけど。うん、そういうことを考えて、そう、逆張りしたって話で。今、50万円分さらに追加しようと考えてて、金にするかプラチナにするかは考えてるところ。金もいいんだけど、今、金がね、まだそう、下がってはいるけど、てか今、マイナスなんだよね。買うタイミングがやっぱり間違ってたけど、まあ、それは待ちってことで、プラスになるまで待ってばいいだけ。ね。そう、だから、ちょっと金は考えてる。金は今、すごい値下がりはしてるけど、平年と見たらまだ高い状況なんで、買うタイミングではない。プラチナはね、ほんと今最安値すぎる状況なんで、2600円いったらもう買います。2600円前半とか。だったらもう即買いになります。50万円分プラチナ買ってね。高くなったらすぐ売らないとあれまたすぐ下がっちゃうからね。そうね。まあ言い方変えれば値上げ、値下がってもまたすぐ値上がりする可能性ももちろんあるんですけどね。タイミングさえつかめれば問題ないと思ってます。子供に言ってもわかんないよね。今はね、そう、プラチナを買うにはラッキーチャンススケベ状態ってこと。ラッキースケベってないよね。最終レースです。私は楽天で買ってますよ。よし、行こう。3、2、1。さあ、5秒間待ちます。どうしようか。そのプラチナのやつも動画にしようかな。よし、スタートです。ちょっと考えてるところ。でも、まあ、値上がりしたらすぐ売るから別に動画する必要もないのかなーって感じ。個人的な範囲でお金を増やそうかなと思ってる。まあ、増えたところで多分数万円しか、3万円とかしか増えないと思うけどね。やっぱり宝くじよりも圧倒的に効率がいいとね、思うの。あとは何の話しようかなー。最近の話は喋り尽くした気がするぜ。そうだ、この前ね、久しぶりにマック行ったの。照り焼き卵マック？ん？照り玉。普通に言えばいいね。照り玉がね、売ってたの。そういえばそんな季節だなって感じで。そう、美味しかったね。やっぱり照り玉好き。私はマックで昔働いてたんですけども、照り玉がね、やっぱりね、好き。みんな従業員大好きだし、すっごい売れんの、照り玉って。まあ、さすがにあのマックのヨーグルト、シェイクのヨーグルト味ほどではないけど。マックシェイクのヨーグルトの時はマジそれしか売れないぐらいやばいから。いやもう、あれは多分一番売れてんじゃない？マックシェイクが、ヨーグルトが。次が多分てりたまかな？そんな感じ。あとなんか秋にも似たの？月見か？月見もすっごい売れる。それが3大かな？月見とてりたまとかもうそこら辺はね、もうスタッフもね、分かってる状態。売れるのはもう仕方ないって感じ。妥協してます。美味しいからね。ヨーグルトシェイクの時はさすがに厨房もね、暇になるけどね。そう。でもやっぱり作るの苦手な人にとっては大変なんだよね、あれ。特にダブル照り焼きの時は大変だったな。途中で慣れてきて余裕になったけど、ちゃんと照り焼きとつついてたかな、みたいな。今考えれば思うわ。照りとも美味しかった。マックのポテトとか食べるとすぐ肌が荒れちゃうんですよね。あと太る。そう、顔もギトギトになるんで、あんまり食べないようにしてるんですよ、マックのは。悪い方。大好きだけど。そう、あとクリスプも食べた。クリスプはね、ギリギリね、OK 範囲にしてます。当たるかな？あ、来るー！くそー！跳ね返ってきたのか？今はぶっちぎり1位な気がする。てりたまの卵って今は焼いてんのかな？どうなんだろうね。私の時はね、茹でることもあれば、焼いてる時もあったよ。茹でる時はね、ボイルドされてる冷凍の卵、もうすでになんか形が整ってるやつ。それで茹でるだけでできるってやつなんだけど、まあ、あれは火傷する必要、可能性あったよね。ちょっと危険だった。まあ、簡単なんだけどね。あとは、そう、焼くパターンは、本当に卵が、あれ、殻付きで来るんで、本当に市販みたいなやつ。それ割って入れるみたいな。もちろん殻が入ったらクレーム来るし。大変だったわ。でもおかげで私はね、左手でも右手でもどっちでも片手で割ることができるようになりました。うん、形も整えたやつも大変だったんだよね。今思えば懐かしいわ。というわけで、余裕で1位でしたね。よかったよかった。やっぱり5秒じゃ何も変わらないよね。
150cc とかになったらさすがに変わってくるのかもしれないけど、 50cc はしばらく安泰そうですね。よし、じゃあ最終順位を確認しましょう。今日お昼ご飯どうしよっかな。そう、さっきね、薬局行ったついでにね、唐揚げ買ってきたの。唐揚げしか買ってないんだけど、どうしよう。何と一緒に食うかってことで、今回1位でした。ってことで、唐揚げと一緒に何食べるか考えてきます。ありがとうございました。言いたいことがあるんだよ。やっぱり豆柴可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけたお姫